下の注意事項が守れない方は、ブラウザーを閉じてください。どうも、真剣戦800円です。今回は真剣戦線で使われる、真剣戦8900型をグナレールで、検索していきたいと思います。その前に実写を見ていきましょう。真剣戦8900型は、1993年に登場した、真剣戦の通勤型電車のことである。8800型に続き、VVVS インバーター天井を採用し、真剣戦では、初の兼用オールス電列車体とされた、種車は、兼用発展券を使用します。まずは、前面を取り外します。屋根のクーラーを撤去。もともとクーラーだった後は、彫刻刀で削ります。前面は貫通扉を削り、兼用発展券だった前面をプラ板で貼ります。車体は、ホームセンターで買った、シルバーのスプレー。屋根は、100均の水天ペイントのダークグレーで、前面の顔は同じ100均のホワイトに塗装。クーラーを取り付け、複製したクーラーは323件のものを使用。ちょっとしたスカートを取り付け、ピンクのところはペイントマーカー、帯も水性ペイントで塗装。方向膜は原生津波マイキ、変形モデルは8928変形にしました。これで完成です。最後は走行動画をご覧ください。